はい、どうも皆さんこんにちはす、ムースケです。信長の野望新生 PK 打倒武田再起を図る小笠原信貞編、続きをやっていきたいと思います。はい、もともとの本領に帰ることを目標に三好家に侵入している小笠原家なんですが、前回ね、六角を攻めるふりをねずっとしてたんですけども、織田に対して奇襲を仕掛けました。はい、というのもね、織田からめちゃくちゃ計略がね飛んできてたので、さすがにそろそろ打ちに来るやろうなということで、もう先制攻撃仕掛けましたね。三好から3万ぐらい兵力を借りて合戦やりました。亀山と長島が落ちました。ということで、一旦織田がね沈黙してくれますね。まだ斎藤を飲み込んでない織田だったんで、なんとかやれましたね。ただ強い混乱持ちの丹羽長秀と滝川で、かかれ柴田と無双槍のね前田利家で、自力が強い信長、いやもう舞台がねめちゃくちゃ強かったですね。はい、今回こそはちょっと近江進軍していきたいなと思います。うん、でうちをね、支援してくれてました三好長慶は、もう病によってねいなくなっております。あと三好義継が継いでますね。うん、あんまり期待できなくなってしまったかな。それでも多分浅井攻めぐらいまでは力貸してくれると思うので、うん、三好の力も借りながら進軍していきたいなと思います。まずは騎乗いたしまして軍備を整えましょう。亀山と長島も鍛えていきましょう。で観音寺城攻めですかね。はい、それでは、内政やっていきたいと思います。はい、戻ってまいりました。軍備が整いましたので、観音寺城攻めていこうと思います。六角がね浅井との同盟切れましたね。なので城囲むときに援軍は来ないかなと。かなり優勢な展開ですね。じゃあ、三好から援軍借りましょう。心得た、構わず。でまだ三好には神前を投げ続ける。着手しようか。二条御所から13000。あ、ちゃんと武将入れてくれてるな。で、四季さんから8700。あ、松永久秀来てくれる、助かる。え、城を我らのものとせん。よし、城を我らのものとせん。二部隊出して、今が動くべき時で、信貞も出して我らで城を奪いに参る。で左から三部隊で、南から12345、五部隊出そうか。いや、五部隊もいないか。ご命令を下され、城を奪いに行くぞ。お指図願えますか。我らで城を奪いに参る。いかがしましょう。北畑がね動かないことを願いながら、どうかご命令を。出陣していきましょう。城攻めですか。で、長島城ねもう防衛拠点にしました。うん、織田が多分攻めてくるとしたら長島城になると思うんで、
防衛拠点でなんとか防ぎましょう。心得ましたぞ。で最後日の城から出せば大丈夫かな。うん、行きましょう。6部隊。じゃあ日の城の部隊はこういう動きで城攻めに行きます。お金がね結構やばい。うん、来んの結局。挟めるならばやってみせるがいい。防衛拠点の戦い、これどうかなあんまり防衛やったことないんですけどね。ちょっと武将は入れといた方がいいよね。ちょっと入れれる武将が、防衛兵力6000。支援拠点はね出陣中やから選べないから、いや結構厳しくないかこれ防衛すんの。やっていきます。よし始めるぞ。え、浅井うちの領地に、なんという城が囲まれておるぞ。浅井がちょっとめんどくさい動き。敵を蹴散らさん。着陣したぞ。みな戦に備え。ん、ちょっと待ってちょっと待って、全然合戦にならへん。かようなことになるとは。ちょっと待って、一部隊やられてもた。敵を蹴散らすぞ。あ、じゃなくて、援軍を要請しよう。敵を蹴散らす。戦が始まるぞ。これで合戦になる。一旦ここで浅井長政を蹴散らしましょう。ここでいいか。混乱の舞台に助けない。うん、吸収2発打ち込んで、あとは攻撃かな。ダメージ系のアクションで押しちゃう。制圧されていく。いかがしましょう。行こうかな。敵を蹴散らすぞ。今よ、お前が戦法を見せてやろうぞ。攻め立てよう。いかがしましょう。用心で、あれか、防御アップか。敵を決めます。はい、強撃で。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。吸収と同士打ちを入れました。
さあ敵を蹴散らさん、敵を退けます。もう一丁吸収と凝集中入れましょう。お指図願えますか。いざ進まん。動くぞ。続け。どうかご命令。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。ご指示、敵に痛手を与えます。動くべき時は今ぞ。でここでフィラグも入れると。情けなど望むでない。フィラグも強い。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。だいぶ一気に解けましたね。よし、ダメージ戦法をね連打していきましたからね。1万の兵が一気に解けました。さあこれ普通に織田にやられんちゃうかな。城を奪うぞ。うん、攻め捨てまいりました。相当難しいか。難しいよな。多分落とされるよな。あ、でも長島落ちたら横の亀山も落ちるんちゃうか。まずい。めちゃくちゃまずい。むちゃくちゃまずいな。で施設が2個しかなくて、こっち側に集中されてる。で平次郎、これさすがに無理、無理ちゃう。動くぞ。続け。ご指示。ちょっとこれ無理ゲーちゃう。ご命令とあらば。いや無理やな。石落とし櫓の方に来てくれたらよかったのにな。目を賜り。うわー、配置さすんミスった感じですね。ちょっと待って。どうかご命令を。軍学陣に人置いとかないと。敵の動きが気持ち悪い。何その一列になってる感じ。前へ出るぞ。もう戦う拠点がないですからね。なさすぎて。こちらに。でもこれ出て行って部隊壊滅させられて、敵のね士気が上がるのも嫌やな。今じゃ敵が隙を見せておるぞ。かかれ。あ、大村優子もうダメや。ご命令。動くべき時は今ぞ。だろ、この戦闘にて勝敗を決めてやりましょう。好機にございます。体力が回復か。敵の士気307。500。ご指示。兵らよ、こう進めるぞ。これ無理やで。これ無理ですせ。進軍を始める。我が戦法をもってこの戦を制してみせよう。よし、敵の部隊倒した。ナイスナイスナイス。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。
全部隊右側から来るな。ご命令とあらば敵を打ち払います。めっちゃ包囲されてるけど。次はどのように。次はどのように。進軍じゃ、行くぞ。敵勢打ち破ったり。よし、敵は倒した。お、敵倒した。あ、敵じゃない、うちの部隊や。あ、やっぱ無理。これは無理ですね。うん、もうあとは早送りかもしれへん。いやー、きついな。こちら、この辺りの終わりか。おし、残り4部隊。そんな、そんな、うん、つえ、お前は殴り始めております。やけつかまった。はい、負けてしまいました。さあ、これでイフで何条落とされるかが、うーわー、きつい。もう勘弁して、これは勘弁して。いずれ城は取り戻しましょう。ちょっと やり直しさせていただきたい。城役割の防衛拠点をこれ外します。解除で停戦交渉に長島城を使いましょう。滅ぼしてくれよ。うん、これで外交を、あ、っていうか外交できないんじゃん。あ、できるわ、よかった。従属やから外交できないかと思った。ん、何何何、三好家との外交禁止？なんだと？マジ？この人本当にやるねえ。信長やるねえ。強いわ。18ヶ月停戦結びましょうか。それで構わん。くっそー、これで三好帰っちゃう？いや、帰りはせんへん。なるほど。申し上げます。ちょっとよくわからへんな。はっ、ついてまいれ。手際よく城を奪おうぞ。よし、始めるぞ。これで浅井が来るでしょ。うん、浅井来るから、でもうさっきやったから必ずや制しまする。この戦は、やりますけど、もうカットします。早送りじゃなくてね。何？北畑。なんという。腹立つわ。
うざ。ちょっと待て。ご命令を下され。ちょっと待って。めんどくさ。命を賜りたく。国主をじゃあ始めていこう。放置。おお。出陣だ。発行の獲物やということやね。みんな続きなさい。2万。兵どもよ、陣を構えよ。ちょっと待ってや。敵に打ちかかるぞ。あ、横山機内ゲット。お使いしよう。よろしいですか。誰かのバフ。あ、ここかな。あ、ここやな。これでいっか。大概の喜びにござる。愚策を申し上げたく。よし、攻城戦ではなくね、防衛を先にやりましょう。合戦。敵を蹴散らす。戦となる。合戦を始める。よし、北畠を黙らす。さすがにね、攻めてる最中に本拠が攻められた時はね、防衛を先にしないとこのゲームはまずい。はわしらのものぞ。ということで、もう終わります。まあ、嫌なタイミングで攻められたな。さあ、始めよう。敵は1万5千ぐらい。防衛はもう考えろ、これ。様子を終えない。様子を終えない。はい、はい。さあ、1万やと。さあ、願います。進路に行けん。頂上です。はい、していく。暗い話しっぽ、目の宮に持ってきて。ご命令とやら。さあ、始めよう。進軍を始める。よし。お命令を。いざ行かん。わしの軍略、今ここで使うべきものよ。おお、要所を取るぜ。敵の態度を遮ってしまえ。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。苦しき戦となったわ。ちょっと下がりましょうか。いざ進まん。タラオミツトシ撤退。ここが使いどころ。我が戦法を見るがよい。敵兵など我が戦法の前には物の数ではないわ。優勝は俺らのものだ。ここが使いどころ。
我が戦法を見るがよい。今が動くべき時ぞ。あ、攻撃です。敵を蹴散らさん、ここが使いどころよ。我が戦法を見るがよい。押しておりますぞ。なんたることぞ。国衆が軒口殴ってる。勝機ですぞ。から敵将片付けたぜ。お、富屋能さん打ち取ったな。次はどのようにやったぜ。これは北畑は痛いんじゃないですか。はい、軒口落として、あと1個ここ取っちゃえば。はい、ナイス。よし、北畑は追い返して、次は鈴木ですね。よし、このまま鈴木に向かっていきましょう。なんだと。せっかく内政した土地を踏み荒らしてんじゃねえ。三好にちょっと待たしておきましょうか。戦となる。武人を始める。はい、合戦間に合ったと。もううちはね、もう東に目を向けてるんで、西の勢力マジでコントってほしいな。マジで。そう、今回のコンセプトに君たちはね関係してないんですね。サダユを引き込んで、さあ始めよう。その間にルーキーズを起こすのが一番でしょうかね。目を止まります。敵の目標を補充。よし、ただ3着をした。ルーキーズを。よし、敵を撃破。よし、敵を撃破。よし、ああ、今回は防衛の回になってしまいましたね。ただ時間はもういい感じになっていると。もうちょい兵力増やしてからいかないとダメかもしれないですね。はい、ということで今回は以上。なかなか進めない、なかなか難易度が高い。はい、ただ織田とはまだ1年ぐらいある、15ヶ月ある。この15ヶ月はかなりでかいので、うん、織田と普通にねやり合えるぐらいまで国力を高めていきたいと。次回はねそれをやっていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。コメントも待ちしております。はい、それではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムスケでした。アリアスー。